野口アー,えーどうも皆さんこんばんは親子名人ですおそらくこれが流れてる頃はお盆の予定なんですが、うん、今日も長野県大町市にあります木崎湖キャンプ場よりお届けしますいやまさにちょっと前後してるかもしれないんですけど、うん、キャンプ2日目 の夜9時過ぎからお届けしております。お相手はいつものように私、東横名人と今日も地元長野からこの方です。はい、こんばんは、坂本です。ちょっと事情があって、じゃあもう撮り終わったんですよ、全部。ほいほい。ね、このキャンプではね。キャンプではね。うん、いいね、今すぐメールで、あ、メール着信があったって思って。うん。 まあ、ちょうどいいネタを送っていただいた方がいらっしゃったので、うん、ちょっと差し込んで、今日はお届けしたいな、と思います。はい、うん。はい。はい、いうことで、このトーンで話してるというのは、うん、もうこのキャンプ場はだいたい10時ぐらいに、うん、もうね、静かにしなさいよ。ずんじゃかずんじゃか音楽かけてるやつは、消せよ。おくっちゃっくねって言われるような時間帯なんですよ。うん。うん。なんで、もう1時間ぐらいで終わる。 予定なんですが、階段です。そういう季節ですね。まあ、ちょっとね、今回のアートワークは、うん、この収録風景を、うん、キャンプ場に僕らマイク持ち込んでいるんですよ。うん、皆さん、あの、口では言ってるけど、絵にしないとあんまりわからないと思うんで。うん、あんまり似つかわしくないよね。<laughs> 赤いね、うん、マイクがまた目立つんだ、坂本さんの。そう、なんかね、赤いマイクって怖いでしょ。なんかね、うん シンクパッドのチョボとは違うんですよね。そう。<laughs> 結構でかいからね、これ。そう。うん。目立つんですよ。はいはい。はい。ということで、えー、榎本さんから送っていただきました。はい。衛星様、坂本様、関係者の皆様、いつも楽しいラジオありがとうございます。また、イベント開催おめでとうございます。ありがとうございます。配信で楽しませていただく予定です。ありがとうございます。さて、夏といえば階段。階段といえば、良介こと坂本さんです。 私、良介の、ちょっとだけ怖い話。いや、この階段がすごいよ。未だに聞いている階段はありです。<laughs> 怖いな。<laughs> まあ、ありがとうございます。あのー、あれですか、坂本さんが、うん、完全ファイル集っていうのとまた別に、うん、ネットラジオの生配信とか、基本的にストックあった分は全部、上げているエクストラファイルみたいなのがあったんですよね、実は。イニシャル G の。 そっちの方にちょっとだけ怖い話入れてなかったかなもう、古すぎて分からない。もう自分がやったことよく覚えてないですよね。そう、でもなんか、たまに YouTube とかに上がってますよとか、うん。うん。聞いたことありますみたいな話を聞くじゃないですか。二行、二行堂に上がってるやつはちょっとありましたね。うん。うん。怖いですよね。それはそれで怖いですね。デジタルタトーみたいで。デジタルタトーです。<laughs> この階段がすごいっていうのは、うん。坂本さんがいろんな階段を聞いて、 イベントとかね。行って、うん、実際にこの階段すごい中山一郎のこの階段よかったよみたいな、うん。な話をしたんでしょうね。うん、やったんですよね。うん、この漫画がすごいみたいな。階段5番です。なので、もし可能なら階段、うん、オカルト、都市伝説を絡めた投稿をしていただけないでしょうか。はい、故郷である大阪が好きなので、うん、大阪の新しい階段なんかを聞ければ嬉しいです。 っていうのを、うん。のぎになってから結構、僕も坂本さんに、あるやろ、なんかと。うん、な、あの、怖い話って。うん、で、登山系の怖い話は確かに、うん、おー怖いね、っていうのは、なんか話してくれましたよね。そうですね、何回か。ただ、特集としてやるほどではなかった。ったですけどね。あとは何でしたっけ、うん、人肉感あれはね、あのー、人肉感と気き間違いっていう。 面白い話ですね。うん、っていう風うに、まあ言われてますけど、うん、実際のところわからないんですけどね。うん、もうその焼肉屋さん、まあまあ廃墟ですけども、潰れてしまってるので、うん、まあそれが、あの、長野県スワの近くにあったっていう話。ねうん、私自体は大した経験はないのですが、うん、約40年前に、プラスアルファの木人形特集を見た記憶があります。プラスアルファっていうのは番組ですね。 稲川淳二さんの18番の、うん、あの、生き人形が、の、元ですよね。元になった番組ですよね。僕、見た覚えないです。名前だけは知ってます。僕はプラスアルファはね、記憶にあるんですけど、うん、ただその生き人形の回を見た記憶はないですね。ただあの、うん、生き人形というような漫画ね。うん、漫画とか、稲川淳二さんの話で聞くと、その当時の、その生き人形を実際にスタジオに持ってきた時のスタジオがもうすごいパニックになったって稲川さん言ってるじゃないですか。うん、です今でこそ、 伝説の番組とされて話が大きくなっていますが、うん、当時の私や一緒に見ていた兄など、兄には、例など全く見えず、ただただスタジオが勝手に騒いでるだけでした。番組観覧者も泣いているというよりは、一体何かしら、みたいな感じでした。そう、記憶がね、また色々増幅されてるっていうのは、思い, <laughs> 思い出補正が。思 <laughs>、はい出補正が。あの、順次稲川の、うん、 出世作みたいなもんじゃないですか、ある意味。まあ、そうですよね、うん。生き人形って。うん、だって、まあ、あの、漫画の方もね、うん、えっと、こうたさんでしたっけ、うん、ちょっと名前あれですけど、あの方も、この生き人形っていう漫画、うん、その当時のハロウィンやったかな、うん、雑誌の。やっぱり、結構来たもんね。まあ、結構やっぱり、エポックメイキングな出来事。うん、ある意味、その実は階談会においても、うん、 やっぱりこう、伝説的な。今永淳二が、うん、ハングマの森本、森本おじさんから、うん、<laughs> 怪談師として <laughs>、はい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 。まあ元々工業デザ,デザイナーみたいでしたけど、うん。うん、そこに足踏み入れる。 ことになったきっかけなんか、元がそうなんかやってたんでしょうけど、ね。まあもちろんやってま、他、いろんなね。そうそう、ね。話出<の>出ないもんね。うん、そうあ、まあ。やっぱりね、漫才師と違って怪し、階、うん、談師、ま、階談師、あの、稲川さんを会談して言っていいのかどうかわかんないけど、うん、ネタが一つではダメじゃないですかね。いいねねかまあもちろん、あの、稲川さんの話の中には、その、長い死体の話とか、うん、いろんな話がいっぱいあって、まあ、その中でも大ネタがこの生き人形。うん。確か最後の方では、生き人形一本で1時間のライブやってましたもんね。 まあ、あることないことを大ひれやひれたいやいや、全部あることやと思いますよ。全部あることやと思いますけど、うん、実はたんですから。うん。うん。もう最後は日本兵が空を飛んでましたからね。本当に <laughs> ま、あの漫画の中ではね。<laughs> ただまだネタはあの、メールは続くんですけども、うん、もう一つは、家を探していたときに、うん、東京の上北沢に明らかに安い物件があり、電話したところ、殺人件事件があった土地に建てた。 通しいられてびっくり。ここまではよくある話ですが、さらにその担当者から、犯人がまだ捕まってないんですよね、と言われ、二度びっくりした記憶があります。では、よろしくお願いします、というところで。まあ、木崎子。はい。ですけど、はい、まあ、すごく、あの、今日、土曜日、日曜日、日曜日の夜なんで、うん、まあ、家族連れ夏休みの日も多いなったので、 キャンパーが何人かいる程度で、うん、昨日の4分の1くらいしかいないですね、人は。ね。もう、社会、社会人は、やっぱり、日曜日の夜はほとんどいない。もう、鬱つになってる時間ですからね、<laughs> 今の時間って鬱は。<laughs> まあ、時間的に、もうの長も、のごながも、のごなて、家康も終わってるし。ビバンを見てるところですよ。うん。つになってるでしょうね。うん、ビバン見ながら僕、うつになってますね <laughs>、うん。1億もかけてこれかよって。いやいや、面白いですよ。<laughs> めっちゃ面白いですよ、ビバン。うん ハンザーナウキ出てくるのかなと思っはいはいはい。<laughs> はいはい。そういう形ですが、佐モさんがいろね。うん。見ていただいてて。ま、あのー、まず、もう、明治も東京に行って、僕ももうこの長野に来て7、8年経つので。いや、もまあまあまあ8年、9年。うん。ですので、もう、あの、最近の大阪の新しい階段っていうのはちょっと残念ながらね、あんまり僕も詳しくはないですよ。うん。うん。どっちかというと僕も長野に来てから、 長野の怖い話をやっぱり、どっちかというと耳に入ってくることが多いので、まあ今日もやっぱりもしお話できるとすれば、長野の怖い話が中心になるのかなっていう。まあ明治ももちろん。ないっすよ。<laughs> 怖いところから一切離れてる人間ですからね。うーん 閉めますいや、大丈夫ですよ。大丈夫うん。なんかこの間が、階段っていうかね。スっぽくていいですよね。子供の足音とかね。いろんなとか。あのね、やっぱりね、ま、あの、もちろんここ木崎湖っていうことで、うん、あの、湖の近く。うん、もちろん川の近くでも、僕キャンプ、あの、結構川派なので、川の近くに泊まること多いんですけど、うん、湖って、うん、なんか怖くないですか 夜。全然怖くなかったね。あそう <laughs> なんかね、僕、湖はね、あんまり、その、好きじゃないっていうか。海る方がなんか不気味な気がしますけどね。まあもちろんね。なんかさらわれるんじゃないか、海の方にみたいな。はい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 。あの、例えば、三重のあの有名な海岸とかね。<laughs> あの空襲で亡くなったね、女子、女性の方がいっぱい海の中から出てきた。 その頃のあのね、女の子っていうか、みんな海水浴に来てた人がみんな足を取られたみたいな事件があったりするじゃないですか。うん、でもそれに近いことって結構湖でもないですかあるんですかね。うん。なんかまあ誰かが落ちたりとか。そう。特にね、長野多いんですよ。ああ<ー>。すごく。ああ。なるほどね。うん。 まあ、あの、この木崎湖、もう、うちの木崎湖でもなんかそういう事故、事件っていうのはあるんですけど、このすぐ隣の青木湖っていうのがね、うん、あのー、まあ、有名としてはその犬神家のロケ地ですごい有名なんですけど、うん、もう一つはその、スキーバスの転落事件。なんか、スキーバスの転落とか、スキーバスの事故って、うん、そんな大事あったじゃないですか。だから大事故は、大きい大事故はやっぱ3つ4つとかは、ほとんど長野。うん まあ、スキー場、スキー、スキー,場スキー天国ですからね。そう。んで、あと、道が凍ってる、うん、うん。いや、うん、確かに、今日は、白馬まで行きましたけど、うん、まあ、道悪いというか、まあまあ、あんだけ湖に面してたら、うん、昔はもっと、ね、こう、地上ったでしょうし,しい。で、今日、おそらく、トンネル何回か通ったけど、あのトンネルができる前は、うん、もっとくねくねした道が、 あれ、青木湖、うん、木崎湖かな青木、青木湖か木崎湖と一第1、第2、第3、第4、第5、第6みたいな感じで、続くんですよね。うんうん、あれが昔なかったんですか多分ね、昔はあんなにトンネルなかったと思う、ねまあ、あったかもしれないけど、多分少なかった。うん。くんねくねくねくねしてたんでしょうね。そう、だからみんなあれをショートカットできるようにトンネルを掘って、道をできるだけ真っ直ぐにしてきたんですけど、うん、昔は本当に湖の際を、うん、あの、くねくねしながら走ってたんで、 特に、あの、青木湖の落ちたバスっていうのは、なんか、あの、スタートレスもまだない時代で。チェーンね。チェーンで、うん、でチェーンもつけてなかったらしくて。うん。う本当に。そんなことあるのかまあ、急に降ってきたのかなバスの事故って大体そういうもんですけどね。<laughs> そんなことあるのかっていうような、ん。まあそれで、まあ、残念ながら、あの、バスが転落して。うん。しかも、バスごと湖に。あら。落ちて。あうん、で、まあ、窓から、 あのね、半分以上の乗客は、あの、逃げ出したんですけども、運転手も含めて逃げ出して、でもそれバスと共に二十何人の方が。亡くなっちゃったと。亡くなっちゃったっていう話があって、やっぱりね、うん、あの、それにまつわる怖い話っていうのはね、何回か聞いたことありますよ、やっぱり。うん。あの、木崎湖行きますねっていうような話をすると、あの、木崎湖は遊泳してもいい。うん。泳いでもいいけど、 他の湖はダメなんだよって、なんでなんですかって言ったら、昔こういう事件があってね、みたいな。いやいやまたまた、いろんな特性があるからでしょ。わ <laughs> かんない。それは、なんか、急に、深いところがあるからとか。木崎湖は確かに今見たら、すっごい浅瀬ですよ。<laughs> 桟橋のあるところ辺は。そこまではね。うん、でも基本、湖ってみんな深いんで。深いんだ。で、みんな冷たいんで、うんうん。なんでって言われると、まあ確かにそれがあったから、 か、なんかそういうので、うん、溺れて死ぬ人が結構出てきたから。かなってことですかね。ですかね。なんか、うん、だからあっちでは泳いじゃダメですよっていう。青木子は。うん、この木崎子は全然いいんでしょバンバン入ってますからねみんな。イエーイ整った <laughs> って言いがながらそうなんですよ、ね、サウナが。そうなんですよね。うん、うん。でもやっぱりね、それでも僕木崎子も朝方ちょっと見たんですけど、うん、やっぱちょっと不気味ですね、湖って。 またまた。スワーコもそうですけど。そう。うん。僕朝、朝、出て行って、朝焼き、イエーイって撮ってますよ。なんかね。こっちゃいい感じやん、みたいな。なんか気が、気が <laughs>、気が漂ってるっていうか、滞ってるみたいなね。<laughs> あ、抜けないと。抜けない。スワーコもそうですけどね。まあ、山の中にある湖だから。うん。それは、こう、気が滞留するっていうのは、 うん。わからないでもないけど、うん、こっから、でも、ビア湖はそういうのないわけじゃないですか。ビア湖は広いからね。広くて、淀川が流れてるから、うん、スーって抜ける道があるからってことか。うん。も木崎湖もこどっかに水流れてるかまあもちろん流れてますけどね。うん。でもやっぱりね、こういう特にあの、山の中の湖とか、うん、それからあの、無理やりせき止めた人造湖ダム湖造湖ダム湖。うん,うん、とか、やっぱりあんまりね、イメージは良くない。 ですね。<ー>う。ん。何個か、あの、長野にもね、あの、例えば、あの、高藤の長瀬っていうところに、あの、うん、ダムが一つあるんですけど、うん、そこでもやっぱり、あの、亡くなられた方が何人がやっぱいるんですよ、ダムって。必ず。それは工事中じゃなくて、終わってから、うん。終わってから飛び降りたとかね。そういうので。それはもともと住んでた人が、うん、気が触れてみたいな感じじゃなくて。そこまではわかんないですけど、そういう、<ー>うん。あの、事件は実際に、は あるみたいです。で、やっぱそれにまつわる話、まあ、あの、もう、地元では心霊スポットで、結構有名なんですけど、うん、あのトンネルは行ったらダメとか、あの高遠の元奥の方の村には絶対行くなとか、うん、夜はね、あのー、行けねえとして、さらわれるとか。気に入って。<laughs> うん。いや、あのね、うん、ま、特にあの、今言ってるその高遠とかって、稲谷っていう、稲、あの、中、ね、そう、中央アルプスと南アルプスに、うん、 囲まれた飯田線が通ってる長野の中でも、どっちかっていうと、偏僻というか、うん、秘境に近い方ですよ。うん、もう長野の方はもちろん新幹線が通ってるし、うんね、松本とかは中央線が通ってて、あず、うんね、とか通ってるじゃないですか。うん、で基礎の方も中央再線が通ってるんで、信濃とか通ってるわけですよ。うん、でも、あの稲谷っていうところは、飯田線か。飯田線の単線しかなくて、<ー>本当にあの、 今でこそ、あの、高速道路の中央道が通ってるんで、うん、名古屋に出やすかったりするんですけど、あの、まあ、エナさんのエナトンネルが通るまで本当に卑怯で、うん、あの、文化も独特。ですので、あの、ま、あの、よく言うね、ザザ虫とか、うん、ああいう虫を、昆虫食ね。昆虫食を食べたりとか、うん、で今、あの、生贄とかそういう話、ちょっとしましたけど、うん、実際、明治の頃まで、 ちょっと変な文化があって、その、一家の中に生まれた、もうちょっといらない子っていうのもあれですけど。まあ末っ子というか、五条六条七条七七八七みたいな。そういうのをもう一家の奴隷みたいな感じで、うん、ずっと死ぬまで。座敷わらし的な感じではなくて、うん。 普通に言われてる子なのに。そう。結婚もさせずに。わ、引くそういうのがあったり。あるんですかもうな、なんかあのネットで調べるとね、うん、あんまそういうあの風習がこの地方にはあって、うん、昭和の最後ぐらいにさ、昭和の初めぐらいに最後の、なんかそういう人がまだいたみたいな。へぇ、えー、そういう風習があった。まあ結構だからやっぱりね、閉ざされてる地区なんで。うん、山間部のね。そう。 で、僕は、ま、こっちに来て、あのー、このラジオの中でも、野麦峠の話をしたりとか、うん、あのー、やっぱり興、興味本位というかね、好奇心があるんで、いろんな話を聞くじゃないですか。いろいろ、あそこはね、本当にね、やっぱり、そういう都市伝説というか、オカルトみたいな話いっぱいあって、うん、やっぱり、その、岡谷っていうところに、その、岐阜とかね、基礎の方からいっぱい女の子来て、みんなあの、糸引いてたわけじゃないですか。うん、でも、やっぱしんどいから、みんな岡谷にの、 諏訪湖の岡屋のところに、まあ、天竜川が流れる、うん、そこに身を投げるんですよ。ああ、身投げ。身投げ。うん、で、まあ、それがあの、岡屋だったり、その下の立つのだったりで、まあ、死体が上がったりとかして、うん、ま、当時からも出るよ。出る出るって。出るっていうか、流れ着いてくるわけですから、ね。そう、実際流れ着いてくるし、うん、もう夜、その諏訪湖に行ったら、あのー、水面に、そういう黒いもやもやしたものが、いっぱい、 浮かんでるんですって。いやだな女皇さんが。もう女皇さんがどうか分かんないけどね。で。もやっぱ、だからやっぱりね、諏訪湖もね、やっぱ、あまり泳ぐな。昔は綺麗だったから泳げたんですけど、うん、やっぱり夜は泳ぐなとか、うん、言われたような場所だったらしいんですよ。うん、で、諏訪湖からその流れてくる天竜があって、うん、意外とカッパ伝説が多くて、うん、カッパが住んでたんですって。で、まあ、カッパって全国どこでもあるじゃないですか。うん だから僕もあ、天竜はね、こんなあの、綺麗な川だし、カッパぐらいいたでしょ、と。思ってたんですけど、いろいろこの、岡谷の歴史とか、のむき道具とか調べてるときに、リアル、リアルカッパみたいなやついるんですよ、実際に。おっさんってことですかそう。まあ、おっさん、いや、若かったのかな、まあ、それは、あの、一族に、すごい虐げられた、<laughs> いらない子が <laughs>。 <laughs> そんな形になって出てくるとか <laughs>。えっとね、これはね、うん、あのー、明治38年に、長野県の稲郡で、実際に起きた、あの、肝取りカツタロウ事件っていう。肝取りカツタロウ、肝取りカフカフカタロウ、肝取りカパーみたいな感じになるといやいや、実際,<う>実際はそうじゃなくて、実際に、女の人の内臓を引き抜いてた男がいて。うん、めっちゃ怖いやん。<laughs> <な>んか <laughs> うん。 ま、ね、まあ、これはもうその明治のその1905年かな辰野あの、の秋祭りの時に16歳の女の子が突然行不明になって、しばらくしたら近所の田んぼで、うん、あの、内臓が飛び出た状態で発見されたと。キャトルミューティレーションみたいな感じですね。そう。で、それから2ヶ月後に、また、うん、 あの、30歳の女性が行方不明になって、また数キロ離れた。まあ、この30歳の女性は静止工場、あの、糸を引いてた人なんですけど、それも数キロ離れた場所で死体になって、やっぱり内臓が飛び出た状態で、みんな肝臓がなくなってた。そんで、やっぱりその1956年に、また27歳の女性が、今度は赤ちゃんと一緒に発見されて、今度は、 17歳の女性も一緒に行方不明になって、両方とも27歳の女性も17歳の女性も、やっぱり肝臓を取られてて、しかも、その赤ちゃんの首は切断されてて、27歳のお母さんの内臓の代わりに首入れられ、肝臓代わりにそう。まあ、どこも、あの、名古屋で聞いた臨月殺人事件みたいなね。うわー感じですよ。で、 えっと、またそれから、しばらくして、こ、うんな48歳の女性が、また遺体で発見されて、またやっぱり内臓が。この犯罪の内容だけ見てると、ジャック・ザ・リバー並みにすごい話なんですよ。明治、うん、明治、はじめに。まあ、もちろんだからその、たの警察がつかめられへんで、あの、警察署長が責任を取ったりとか、うん、まあ大騒ぎになったらしいんですけどね。うん で、最終的には、あの、ある日またあの女性が、うん、あの男に襲われた時に、うん、もうその女性気の強い人だったんで、うん、男の睾丸を掴んで抵抗して、<ー>で、男がギャッて言って逃げた時に顔を見たと。うん、で、それが近くの水車小屋で働いてた馬場勝太郎っていう男だったんで、うん、これがあの肝取勝太郎事件っていう、 事件になって。まあ、結局、捕まっても、特になんかこう、よくわからない供述をしてたらしくて。気が触れてるからもう、なんか心身喪失状態みたいな感じだったのかななんかね、僕が読んだ資料では、うん、いやもう残った、あの、肝は、なんか、天日干しにしてたら鳥が食べちゃったとか、天日干しにして何にしようとか、漢方薬にもしようとしてたのか。 あとは、いや、そんなことしてないよ。うん、俺はただ単の女が欲しかっただけだとか。うん、まあ、もう、コロ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 買ってて、うん、まあ、最終的には、もう、あの、試験になったんですけどね。うん、もう2年後ぐらいには。だから、結局分かってないんですけど、ただ、当時言われてたのは、あの、人間の肝は、富士の山に効くんだと。うん、で、あの、なんか、どうも金回りは良かったらしくて。あ、そのカスタローそうそう。<あ>だから、誰かに、その、うん、売ってたのかな売ってたって。 じゃないか。漢方なのか、かそれをレバーとして食べるのか。まあ、それはわかんないけども、えー、それをしてて、まあ、実際、その頃の、あの、長野っていうのは、うん、まあ、あのね、あの、風たちの,の映画とかでもよくわかるように、あの、サナトリウムというか、あの、そういう計画とか、いろんな療養所がたくさん周りにあったような場所だったんで、うん、ただ、なんかそういう話を、が実際にあると、うん その天竜河のあちこちにある、河童伝説も、意味変わってくるじゃないですか <laughs>。肝取りのやつがいっぱいいたんじゃなよかそうそう。実際にそういう風習というか、まあ、風習というか、昔は本当に信じ込んでましたからね。人間の肝が、そういう不の然なに効くっていうのがね。だからそれを聞いた時には、ああ、ちょっと怖い話だな、人間って怖いなっていう。そもそも肝臓ってピンポイントで昔の医学知識で、わかるのかね 僕らヘパリーゼのイメージがあるから、うん、ああ、こういう感じね、肝臓ってわかるけど、うん、わかるのかな <laughs> そこの方が。ま,まあ、企に肝臓を取れるってなかなか、うん。ねえ教えてもらうんじゃないですかここだよって。そう。うん。いや、だから結構ね、やっぱりね、その話をしたときは怖かったですね。だからそのカッパ伝説っていうのも、本当にキュウリの好きな可愛いカッパっていう、 可能性だけじゃないじゃないですか。うん、だからね、ちょっとね、ゾッとした記憶がありますね。肝も取り、勝うん。カツロ。うん。っていう事件がね。やっぱりね、人間怖いなって思ったのは、その長野に来て、あのー、知り合った人に聞いた。あの、同じ会社の人じゃないんですけど、まあ、おばちゃんの小さい頃の話聞いた時に、うん、人間怖いな。人怖な話ね。人、人が怖いって話を、うん あの、まあ、要は、あの、飲みに行った時に、怖い話とか、するじゃないですか。うんね、するんだ。<laughs> そうそうそう。みんなでした時に、中のね、なんか怖ういう話じゃないですかって聞いた時に、いや、別に怪談じゃないけど、小さい頃にね、怖い思いした話がある。って聞いて、うん、で、教えてもらった話なんですけど、まあ、その女の子が、小学生ぐらいの時に、すごく、仲良くしてた女の子が、いたんですって。うん で、ま、あ、どっちかっていうと、友達の方がその女の子のことを大好きで、もう何もかも真似してた。もうだから、ま、あ、そもそも、あの、小さい村というか小さい町なんで、うん、あの、 着る服とか似てくるじゃないですか。うん、今みたいにあのユニクロとか用ないから、うん、あの、まあ、小さい洋服屋さんで服を買うんで似てくるんですけど、うんうん、特にその友達は女の子の同じ靴履いたりとか、うん、同じ服着たりとか、うん、同じ帽子着たりとかして、うん、もう周りから双子みたいやねって,っていつも言われて、まあ、二人とも別にそれを聞いて悪い気持ちにはならないんで、いつも手繋いで仲良く小学校行ってた。そしたら、ある夏休みに、その友達が川で、 溺れて亡くなっちゃったと。うん、まあもちろん、その人もものすごく泣いたし、ショックだったんだけど、やっぱりあの最後、お友達を怒らないといけない。だから、まあ、あのその当時はね、そんなに立派な、あの、お葬式場とかそんなないから、やっぱりみんな家に行くわけですよ。で、家に行って、まあ、お友達に最後のお別れをして、で、向こうのお母さんかおばあちゃんかに、 頼まれたんですって。すごい仲良かったから。何々ちゃんの大事なもの一つ、この子にあげてもらえないか。できたら人形がいいかな。で、当時大事にしてた人形は確かにあって、で、その女の子も同じ人形を持ってたんですよ。同じ人形を持ってるのに、なんで私の人形をあげなあかんのかな、とか思ってたんですけど、でも、 それを聞いたその人のお母さんとおばあちゃんが絶対あかんと。人形だけはあかんと。で、ただやっぱりあの向こうの気持ちもわかるから人形の形の折り紙を折ってそれをあげなさいと。で、お別れに行った時にその女の子の胸に折り紙で折った人形を置いてあげて で、まあ、お別れして。で、その家で、まあまあ、もちろん、向こうのお母さんはね、ちょっとけげんな顔はもちろんしはったみたいなんですけど、でも,もう何も言わずに、来てくれてありがとうねって言って、で、その家から帰ったと。で、まあ、まあ当時はもちろんね、あのー、こんな田舎ですから何もないから、みんな歩いて帰るわけですよ。暗くなった道を。 暗くなった道をお母さんと手繋ぎながらずっと歩いてて、おばあちゃんも一緒に歩いてて。で、家に帰った時ですよ。玄関でお母さんが突然、何これって、声を張り上げたそうなんですよ。んで、もうその子は何したか、自分は何もしてないからわかんないから、どうしたのどうしたのって言ったら、自分の履いてた靴が、 その女の子の靴やったんですよ。亡くなった。全く同じ色の全く同じ靴なんだけど、靴の裏というか中にね、死んだ女の子の名前が書いてあったんだ。入れ替わってたんですね。どっかのタイミングで。<laughs> まあ入れ替えたんでしょうね。まあおそらくは、そのお葬式の家で、うん 履いていった靴と同じ靴出されたんでしょう並べてあるからね。お<ー>田舎なんで。いろんなものが同じだったんで、うん、分かんなかった。だから向こうのお母さんが出したんでしょうそれをわざわざ。<怖い> <laughs> うん。いや、それ以外考えられないでしょ田舎の、田舎で。怖いなぁ。うん。ま、人形が欲しいって言ってる時点で怖いんだけど、うん 自分の死んだ娘の靴を履かせるっていう、その、考えがね。まあね。うん。怖くないですか確かに。うん。うん、まあ、その人はね、まあ、こんなことあったんだよ、ぐらいの感じでしたけど、うん、聞いた時はやっぱゾッとしましたもんね。それを、その靴を出してるお母さんの姿を想像して。 あの、寂しいから一緒に連れて行ってあげてっていう気持ちなのか、それとも、もし寂しかったらこの子を連れて行ってっていう気持ちなのか分かんないよ。わ、うん、分かんないけど、やっぱ人間って怖いじゃないですか。うん、そういうの。だからね、やっぱね、ま、ま、階段ではないんだけど。いや、十分怖い話だと思いますよ。そう。階段とかだったらね、山の話はね、やっぱりね、怖い話っていっぱいあるんですよ。うん、あの、 怖いっていうかね、別に落ちもなんもないですよ。階段だから。例えば、あの、中央アルプスを歩いてて。うん、で、まあ、中央アルプスって結構人いっぱいいるんですよ。夏とかなると。うん、だからそんな一人で山ん中歩くっていうような状況にはならない。うん、前後、まあ別に1メートルごとには歩いてないけど、うん、何十メートル先に人がいて、後ろも見たらやっぱ何十メートルか後ろにも誰か歩いてるっていうとこなんだけど、ちょっと朝やっぱり、 早いじゃないですか、みんな。頂上目指すために。うん、だから朝3時頃、4時頃になるとまた暗いんだけど、やっぱ聞こえるんですって、耳元で。うん、あと、あと40歩、みたいな。うん。もうちょっと、もうちょっと、みたいな。そういう声が聞こえたりとか、あと、あと一つ。あと二つ、みたいな。そういう声がやっぱり、たまに聞こえる時があるらしいんですよ。うん、でもちろんそういう、 声を聞こえたっていう人が喋ってる話なんで、特になんかあったわけじゃないんですよ。その後亡くなるわけでもないし、うん、落ちたわけでもないんだけど。で、別にあの、なんか、その場所を過ぎたから言って、チッとかいう話でもない。うん、ただ単に、あと三つとか、数を数える声が聞こえるらしい。山の上で歩いてると。ほんで、それが意味がわからないから怖いと。 なんかでもその話前聞いたような気がする。それ、あと一歩とかって言ってて、もう一歩行ってたら、う品に当たりかけて、まあ、こう、そう、そういう話も。そういう話はよくあるじゃない車で崖から落ちそうになったりとか。でも、ただ単に本当にあの数を数えてるだけとかね。何なんだろう。そっちの方がね、あの解決がないからね。救いようがないとか、怖いですね、ほったらかしで。そう、怖いんですよね。あと、あの、登山する人に、あの、聞く怖い話。 で言うとやっぱりこう、中央アルプスでも、やっぱり亡くなる人ってたくさんいて、うん、冬にね。うん、んで、あのまあ、夏になって歩いてると、うん、たまにその岩陰とかに、物が落ちてる時があるんですよ。誰かが落としたものなのか、その冬の間に遭難した方が、 のものなのかとか分かんない時あるじゃん。ほ、うん、んで、明らかに古かったら、いや、これは、もしかすると、冬に遭難した人が、なくしたものかも分かんない、ね。うん、で、例えば、岩陰に、例えばカセットボンベがあったりとかしたら、うん、ここで最後まで、粘ってたのかな粘ったのかなとか思うんで、あんまり手は出したくないんだけど、うん、まあ一応、あんまり古いものだったら、まあ、危ないゴミだったら拾うけど、ちょっとやっぱり手出しづらいやつがあったりしたら、もうそのまま置いとく。っていう。 話なんだけど、それがね、テント場について、テント立てて、リュックサックに入ってるんだって。拾ってもないのに。拾ってもないのに。のに <laughs> そのペグとか、<ー>ナイフとか、返してかりたかったやろうな。そのカセットボンベとか、うんね、で、やっぱりね、そう思うらしいんですよ。うん、だから、あの、取り憑かれたとか怖いとかじゃなくて、うん 帰りたがってんねや。帰りたかったんだな。だそう。だからそういう時はもう、うん、あの、ロープウェイというかね、下まで降りるケーブルとかいろいろあるから、うん、その下まで降りて、で、そこで、うん、これちょっと途中で拾っちゃったんですけどって言って渡したりとか、うん、まあ分からへんからね、誰のもんかなんか。うん、まあ、あの、ただのゴミかどうか分かんないけど、もしかしたら、誰かのもんかも分かんないんで。まあカセットゴミとかだったら大抵ゴミだと思うんですけど、うん、でもこれがナイフとか、 何かそういうあの、少なくとも山登る人が捨てそうにないものだったらやっぱりそういうふうに下まで持って降りると。だからたまにね、リュックサックが途中で重くなるとかね。いや、もちろんね、あの、山登ってて体調不良とか色々あるからわかんないけど、うん、やっぱり、降りてる途中に突然重くなるんですって。怖いね。で、うん ある程度の降りって下山して、もうすぐ着くかなっていう時にやっぱりふって軽くなると。やっぱ下ろしてほしかった。そう。だからその時は、<laughs> あ、うん、いいことしたなって思うよりしてると。まあ僕らは、うん、あの、ガクっていう漫画を読んでるから、あはいはい、そういうふうに思っちゃうのかもしれないですね。うん、また山へおいでよみたいな、うん。よく頑張った。よく頑張った。ホールって言って、うん、落とされたりとか。<laughs> <laughs> って言うから、うん、ああ、帰りたかったんだろうな、みたいな。怖いっていう感じでは。まあ、もちろんそういう話聞いた時は怖いっていうより、いいことしたのかなのかなっていう感じはしますけど。でもやっぱりね、あのー、迷い遭難とか、遭難の本とか読んでたらよくわかるんですけど、うん、やっぱりね、何日か経つと人間ってやっぱり見えた赤もいっぱい見るらしいですね。 山。幻覚。うん、もうそれこそもう何見てもおかしくない。うん、うん。だからまあ怖いう話のほとんどっていうのは多分頭の中で。自分そうでうね。自分が作り出した幻覚が多いとは思うんですけど。うん。ただやっぱり、あのさっき言ったのスキーバスの次元とか。ほんで、ま、例えば中央アルプスで言うと、その大正か、うん、古い頃に、あの、今でも長野県って学校倒産をするじゃないですか。うん。 で、まあ、稲谷でも、その、なんとか中学っていうのが、学校登山やって、まあ、何十人も亡くなったんですけど、遭難して。それでもまだやってるのがすごいんですけどね。ま、山とは切っても切り離せないからってことなんですかね。ま、それでもやっぱりね、怖い話はあるみたいですよ。うんうん、やっぱりその、なんとか山っていうところの山小屋は、今でも、帰ってくる生徒がいるんだよっていう。帰ってくる生徒山小屋まで。おー。 なんか夜中に、どんどんって言われても、うん、開けちゃダメだよみたいな <laughs>。まあよく山小屋の周りはね、うん、やっぱ歩くらしいですよ。あね。うん。で、やっぱり、その、例えば雪の季節なのに足跡はついてないけど、うん、一晩中、ずー、まあ、ずーって周りを歩いて、入れて欲しそうなんですよ。うん、でも絶対開けるなと。 いや、わかんないけどね。ほんまに遭難してる人だったら、おそらく叫ぶでしょうし、うん、開けてくださいって言うんでしょうけど、何も言わずにひたすら小屋の周りを回るとかね。うん、テントでもあるらしいですからね。まあね。うん、テントは、わかん、風の音でいろいろ感じるのはあると思いますけどね。まあでも風の音とね、うん、本当に怖い時の、 気配気配ってね、全然違いますよ。うん。うん。もちろんそれは、熊とかイノシシでも全然違いますし。友ヶ島僕ら行った時に、なんか人を回り回ってたような感じがしたのはリアルに人がいたんですかね、あれ。いや、あれは違うでしょう。あれ何なんですかねなんか、猫とか <laughs> 僕は、友ヶ島行った時は、うん、友ヶ島のシャンプね。鹿か,か,かなっていう。 鹿いるのかないや、だって鹿のくんだらけやったもいや、なんかすっごい周りで音する俺ら以外に人いるのかなと思って。うんい。いないでしょ、あんな場所。もう20年近く前にね。うん。多分けのとっていう。あの時、友ヶ島に、俺ら以外でほとんど人いなかった。いなかったですよね。うん。その時も一応、キャンプ収録の走りは友ヶ島でしたからね、僕らの。ただ、 あの、確かに夜中に気配はずっとしてた。うん。うん。ただ風ではない。うん。うん。獣かなそう。<も>か,かね。獣、獣たっけなと思って。うん。いや、本当にね。うん。あのー、人間で怖いなっていう。まあ、想像でいろんなもん保管しちゃうんでね。うん。うん。まあ、こんな感じですけどね。 いや、十分怖かったんじゃ、ないですか <laughs> ですかね。うん、まあ、あの、そろそろ、夜も更けてきたんで。いや、途中から僕はあんまり喋らないようにはして。まあ、こういうのはやっぱりね、うん、一人で喋る方がいいね、きっと。いいね。うん、あいつ邪魔やって言われてるかもしれない <laughs>。だって、あの、ついちゃちゃを入れたくなるでしょ、ななあなた。入れたくなる。怖いもんだって。でしょうん、うん。本当は沈黙がいいんですけど。 まあそこはね、僕の声を極力消すようにして。<laughs> うん。ということで。またあの、イベントの時もね、そういう話の走りでもできればいいかなと思いますけど。まあ階段はしないんでしょうけどね、多分ね。うん、まあもちろんね。うん。あの、そるかどうかもわかんないからね。そうですね。うん。まあでも僕は湖そんなに怖さは感じないですけどね。そううん。俺今、この瞬間も感じてるよ。あ、不穏なものを。 うん。よう、湖畔でキャンプするとか言ったな、女ら。いや、別にね、なんかされる感じはないけども、気が、気が、気がどむというか、空気が流れないというか。いや、ここはなんかいますよ。あら、嫌なこと言うわね。上がってきますよ。何が上がるのあ、何かが。何かが。怖いな寝れないじゃないですか、そんな言われたら。大丈夫、大丈夫。大丈夫ですかうん。ぐすか、寝るうん、寝る。 そう考えて、ふもとっぱらって何も感じないでね。あそこは気がね。うん。うん。<laughs> 富士山。ふじさんがあるから。さすが霊峰やで。うん。<laughs> まあ、ということで。<laughs> はい。うん。ということで、夜も吹けてきましたので。はい。はい。終わりたいなと思います。はい。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。